さあ今回は久しぶりのアイスボーンでございます。なんかね、前回に引き続き今回もお祭りやってますけど、一体これは何のお祭りなんだろうか。お祭りっていうのはね、こうハンターに都合がいいですから、チケットもらえたり、こうなんだ、報酬が増えるみたいなチケットありましたよね。そう、あれも1日なんか2枚もらえたりするから、うん、お祭り宴は非常に嬉しいんですけど、今回のこのお祭りは一体何を記念してるお祭りなのかちょっとよくわからない。お花とね、リボンっていうと、うん、で5月っていうとなんか母の日が思い浮かぶんですけど、多分モンハン母の日で宴やんないと思うので、多分母の日じゃないですよね。ともすると、うん、一体何の宴なのかっていうのはちょっとよくわからないですね。前回アルバやりに来た時はちょうど10月だったから、ハロウィンの祭りやってましたね。なんかあのご飯持ってきてくれるアイルがあのフランケンシュタインでしたけど、そうだから、あ、すぐ、あ、ハロウィンだって分かりましたけど、エンテンテフィッとかっていうそんな感じの BGM だった記憶もあるんですけど、はい、よし、スタン取っといて、ここいらで叩きつけをかましておいて、吹っ飛ばします。2、3、4回回避で近寄って向こう位置から入って、爆破が来ると思うので、爆破が来ればこの後も吹っ飛んでくれると思うんですけど、よし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 、ちょうど最後でしたね。横位置から行くか。横位置からね、叩きつけした場合って爆破が来ないと吹っ飛ばないんですけど、もうさっき爆破したからもう無理だと思うけど、ちょっと一旦距離置きたいな。離れておいて正面にめり込んどいて、バキッと、よし、2、3、今回は俺も飛びかかっていくか。スタンチも稼ぎたいので、これね、この叩きつけというか、あの叩きつけに比べるとこのぐるぐるは結構、うわー、スタンチを稼ぐことができるので、物騒になるので来といて、当たるんか今の。まあいいや、もう一頭目がいらっしゃったということで、俺は早速こちら側に来まして、飲むもん飲んどいて、お、いい子じゃん、ぶつけといて、うん、石ころ拾ってからいっか。でこいつスタンチも結構もうギリギリだと思うので、ここじゃまだ捕獲できないと思うんですけど、俺がこちら側から飛びかかりながら行けば、あ、よしよし、なんかもう一投目もスタンしてるし、これで吹っ飛ぶかなこの人。ちょっと早いか、もったいねえな。火狩りのタイミングだともうちょっと叩きつけ始めるの遅めでしたけど、早く始めちゃったから V 破壊来ちゃったよ。危ない。1、2当てといて、溜め直すか、作り直してこっち側から、よし、2の3回回避、追撃1と2からの腕が上がる、ちょっとだけ前から叩きつけ、よし。で次あれだな、同じ方向には吹っ飛ばせないので、ちょっと斜め側スティック右に入れながら打つとどうかな、よし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 、あらーって感じで吹っ飛んでっけど、横1、あ、ちょっと遅いな。でもこいつ多分次貯めると思うので多分間に合う。スタン叩きつけ、結構もうこいつの体力もギリギリだと思うんだけどな。うわー危ねよくらなかったな最後。え、でももうあなた体力ギリっすよね。危ない、バックステップ来るか来ねえか、叩きつけ、こんなに耐える。でももうドクロ出てるわ。あ、ドクロ出るんか、そっかそっか、分かりやすいな、それで判断すればいいのか。お疲れ様でーす。
ね、ラージャンこう苦手だったり嫌いな人多いと思うんですけど、意外にねこうはめ殺しにできるので、うまくできると、だからそれがねすごく楽しいです。このモンスター、このクエストはね、俺がアイスボーン現役だった時に一番やってたクエストなんですけど、そう今もね面白くてこうやってたまにやりに来ちゃうんですけど、好きですねラージャン。ちなみに俺がこの重ね木、あちょっと分かりにくいか、重ね木でそうエスカドラ一式とアルメタっていう風な感じなんですけど、かっこいいねやっぱこれ俺すごい好きなんですよねエスカドラもアルメタもねえ、過去作だとな重ね木がないから本当に強力な装備、いいスキルがね組める装備着るとだいたい見た目が奇色になるんですけど今のモンハンは本当にそういうところいいですね。見た目って結構俺大事だと思う。なんかモチベーション上がる気がする。さあてなわけで、てかあれか、最後の方なんかもうちょっと綺麗にできればもしかしたら3分台があったかもしれないって感じですね。であれですね、ちょうど宴だからこれか、満開チケットスペシャル、あれ夏前にして、なんだいろんなお花が咲くから満開チケットってこと、もうすぐ夏になりますよみたいな、そういうことなのかな。まあただそういうお祭りということで、満開の宴っていう感じかな。じゃあなるほど、なるほどでも よくわかんないけどはい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。さよなら。